Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? And today is Monday. I wanna start my political speech in Hamamatsu Station. 今は1時15分なので、また45分ぐらいまでスピーチを取って、やって動画を撮っていこうと思います。風がめちゃめちゃ強いので、このスマホがね、倒れそうで怖いんですけども、様子を見ながらね、中学校に関しては非常に子どもの数が減ってきています。学校の教員の数は上がっていますし、子どもの未来を作る党としては公務員の数を減らして子どもの数を増やしていけるように税金の無駄遣いを徹底的に潰していきたいと考えています。私は36歳ぐらいの時に継続をしています。今の日本の問題はかなり大きな問題がたくさんありますが、日本にもまだまだ世界に通用するような大きな武器もたくさんあります。日本の文化は非常に高いレベルにあると思いますし、漫画やゲーム、アニメ、こういったものも世界中の人たちに強い影響を与えています。ただ経済に限っては非常に元気のない国になっていると思います。おそらく1年間で労働者人口だけでも50万人から100万人ぐらいの間の労働者数が減っています。それに反して非常に税金が重たくなっていますので、税金の負担から見れば非常に生活のしにくい国だと思います。ただ文化は非常に素晴らしいものがありますし、ある有名な人が言うには、一番おいしいイタリアンレストランはイタリアではなくて東京にあるとも言われています。食文化も非常にレベルが高いと思います。ただ我々の生活を良くしていくためにはやはり経済も力強く発展をさせていく必要がありますから、基本的には
なるべく税金に頼らないように、世界から人と物とお金を呼び込んで発展をしていけるような、そういった受け皿をまずは提案をしていきたいと思っています。それとあとは日本には資源があまりない国でありますので、人材育成というものは非常に大きなウェイトを占めてきます。人材育成に力を入れて21世紀に合った教育に改革をしていくということが日本にとっての生命線になってくると思っています。これからの子どもたちが21世紀に活躍をしていくためには、21世紀に合った今の時代に合った教育の内容に改革をしていかないといけないと思います。少なくとも英会話の教育と、もう一つは金融の教育、この2つは小中高で導入をしていきたいと思います。もともと美術の教育を専門していましたので、経済の教育は個人的にはまだ一度も受けたことはありません。ただ経済の教育や知識というのはお金儲けに直結をしていきます。日本の将来はかなり不安定な時代になってきていますので、一つの仕事を通して年収だけでお金を稼いでいくというのは非常に不安定な状況になると思います。お金の収入というのは、収入の、お金の稼ぐ方法ですよね。収入によって、大体3つに、分けられると言われています。しかもその3種類によって、所得税の税率も、変わってきます。普通に働いて年収で稼ぐというのが一番大きな税率になっていますので、先行きの不安な日本においては年収だけでやっていくというのは非常にリスクが高いと思います。他の2つの方法で稼いだ場合は税率がおそらく 20.3% ぐらいで済むと思います。普通に個人所得で稼いでしまうと最高税率が 45% ありまして、しかもそれに 10% の住民税が引かれますから、年収4000万を超えると最大 55% の所得税が公務員によって取られてしまうということです。年収だけ、まあ自分も年収が高ければ金持ちになれると考えていましたが、これは大きな間違いだったと思います。年収を上げても累進課税になりますから、半分以上税金で取られてしまいます。税金の法律というのは日本人全員に適用をされますけども、富裕層や超富裕層の人たちは違うやり方でお金を稼いでいるので、合法的に税金、払う税金を少なくしていると思われます。特にソフトバンクグループの創業者も、おそらく年収だけだと3億5000万ぐらいだと思いますが、自分の会社の大株主でもありますから、配当金が毎年100億円以上入ってきます。年収だと3億5000万のうち半分以上が所得税で公務員に取られますけども、株の配当課税というのはいくら稼いでもおそらく 20.3% で済むと思いますので、こういったところが非常に大きなポイントになってくると思います。ただこういったことをやるにしても、やはり基本的な経済、金融の知識がなければおそらく難しいと思っています。私も、美術の、教育を、専門にやってきましたけども、小中高の、教育は普通の、教育しか、受けていません。ですので、こんにちは。今日は YouTube で大丈夫です。
だってまだ選挙期間中に近くなったんだけど、いや、あの政治活動の時に一応名前を付けたら、あの現役の市議会議員にダメだって言われたので、あれから一応付けては。いつ頃ですか？選挙の前ですね。ただまだ選挙始まる前ですよ。選挙始まる1年ぐらい前。まだ選挙始まってないんだから、なんか政治活動の間はダメだっていう。まあ、そしたら何かの会を作って政治団体の名前を、あ、名前を、政治団体の名前を入れてっていうことですね。まあ、反発教育等々ですね。ああ、ちょっとね、ちょっとなんか最近一見もちょっと私もちょっとボタボタしてました。YouTube ではあの国民民主党の党首が頑張ってますけど、国民民主党は自分のことあんないですよ。ああ、なるほどね。だからああいう方に手出したから、まだ柔軟性はあるのかなと思ったけど、そうでもないですよ。自民党に近い人たち。基本的にだから連合ですから、連合とかもいいと思ってますから、だから、なるほど。例えば、原発は、したし、原発賛成、いや僕は賛成してませんけど、中国立場上反対はできないこれはね、あのそういう労働組合とか電気関係とかかかってるから大体その石標ですよね。そうですよ、そうですよ。特にここは街中とかなんだとか、そんなんでちっともよくなりません。落ちるわけないですよ。そのすげえ田舎だなと思いました。みんなもう地域選挙であって普通の選挙ではないと思うんですよ。半分はね、選挙行ってないからね。選挙行ってる人っていうのはもう決まってるんですよね。紐がついてる。そういう人が選挙に行くと、だからない人は行かないと。そもそもだからこの令和新選組の方に、皆さん選挙に行きましょう。はいはい、行ってますね。そこがポイントで、あの大統領候補なんかどうかちょっと微妙になってますけど、でも選挙行きましょうっつって行くとは思ってきた。というか、10% か 20% 行くだけでも全然変わるんですよね。10%、20%。だから5%でも変わると思うんですよね。だってこれだけやって安倍さんが勝つわけだから。つまりみんな誰も好きじゃなくても勝つわけだから、選挙しなきゃならないって選挙してる人がいて、結局選挙をどうするかとか政治なんかもうダメだって他の人は思ったのに、これを利用して稼いでやろうって人たちが少しずつ社会になってる。だって鈴木政治も聞いちゃったわけだ。市民なんて言ってましたね。何十億か。50億。だもう大きな会社なんだから、そんな中小企業的なことしちゃいけないんだけど、力あるにもかかわらず、そういうことで。力があるからできるんでしょうね。だから力があるからやっちゃいけないって普通は思うんだけど、やっちゃってるわけだ。ていうか、政治思想がそうなっちゃって、新自由主義って、上がってきてて、50億ね。だけど日本中そういう動きでしょ。日本中だから原発だってそうじゃないですか。金があれば原発やと、まあ、お金にならなければどうでしょう。全然違いますよ。利権特権お金に資本主義がそういうことしてる市が金払ったんですよ。でもその背後でどういうふうな感じ、こう誘致するために日本はそこから誘致を反応値が結構大きいわ。誘致するじゃん。そうそうそう、それであの1回目は少しの話を入ってくると、助成するわけですよ。そう、それで町田電気屋さんとかみんなショップ作れてっちゃうわけですよ。じゃあそれがなかったら来なかった。まあ、みんなそういうふうにしてやったりとか、その分その税金が入るっていうことでしょうか。企業から、そうそうそう、企業から
い会社を応援しても一緒は分からない。だってそのためにでかくなってますよ。転入しても成り立たないから、ね、だから売ったわけじゃないですか。それでどうなったかっつったら、そんな田舎の方にはなかなか行かないようになっちゃって帰ってそうしたんです。決めるのはね、中央を変えるんですよ。そうそうそう、つまり高くできちゃうから、マジマジもう転入とかひどい状況になっちゃう。転入は計算がちょっと甘かった。っていうか、もうどうにもならなかった。どうにもならない。要するに財政が。それは自己責任だ。いやいやいや。まあ、要するにそういうふうに仕組んだわけでしょ。そうやってまとめちゃって、中央集権化進めて、お金が工業とかそういう会社のところに入ってくって、そういうふうに経済的に大荷物だった人たちを、やってますよ。やってますけど、なんか最近ちょっとなんかいいのかなって。やっぱりこの衆院選とか見ても、まあ実際になんか静岡捨てられたみたいになってるし、候補はいい候補を出そうとするとして、そこを交渉して、まあその要するに統一候補を出すわけじゃないですか。その交渉のところでここを渡すけれども、かなりいい国境の方が強いと思う。一見はやっぱり 都会の方が強いわけですよ。大都市系に力を入れてる。そうそう思いますね。静岡はいろいろ問題あったし、次は誰を擁立するか、まあ決まってないですか。衆議院立候補決勝決まってないです。だから徳川さんは我々が押してたけど、徳川さん衆議院出なくなっちゃった。え、なんで？だから衆議院とか4区出るって言ったのに、結局徳川氏の方で、マッチベルのない人に譲るような形になっちゃって、その時に譲ったやつで、その他に東京の方で交渉してるからって言って、だから俺たち静岡はまだなってるなって話になって、東京に行っちゃうんだよ。いやいや、東京にの候補とこっちの候補を辞める代わりに静岡候補ですか。あの原発反対のもやってるんだけど、こいつだけじゃないんですけど、日本中でやってる、原発さよならの夜は金曜日の市販まで、ここでもやって浜松でやってます。全体人がね、若い人が少ないので、もっといろんな刑事訴訟とか、それから裁判のあり方とか、そういうのと戦うのかなと思ったんですけど。裁判ですか。まあ、でも公務員ですけどね。僕らは公務員が多すぎる。あれで袴田さんの問題で冤罪事件で戦ってるので、はい、そういうのも言ってます、ね。そしたらゴーンさんが出て、世界的に日本の司法おかしいって言われて初めて。日本の人口そのものというのはこれ以上増えていかないと思っています。日本の状況を考えれば、何か改革を起こせば必ず痛みが伴ってくると思います。日本人だけで
経済をうまく回していくことが難しいのであれば、世界から優秀な人たちに、来てもらって、新しい産業を起こしてもらえるように、受け皿を作っていくべきだと思います。日本の、経済状況というのは、マイナス経済にも、なっていますし、 あまりいい状況ではないと、思います。ただ日本国内にはお金がたくさんありますし、海外にもグローバルマネーがたくさんあります。そういったお金が市場に出てこないというのがかなりの大きな問題だと思っています。個人金融資産だけでも1830兆円もありますし、そのうちの半分、およそ900兆円くらいが銀行に預けられたままになっています。こういったお金が少しでも市場に出てくれば、かなりの経済的な効果があると思いますので、まずは減税をすることで安心して消費ができるような、そういった方向に持っていくべきだと思います。それに今の日本のメガバンクの金利は 0.001% しかありませんので、現金を銀行に預けていても資産が増えることもありません。しかも銀行は、日銀はまずはお金をたくさん刷って、そのお金で、ETF 上場投資信託を買ったり、日本の国債を買ったりしていますので、しかも今日経平均株価が1万7400円ぐらいに、落ち込んでいます。日銀が買っている株価は1万9500円ぐらいで買っていますので、もうすでに赤字の状態になっていると思いますから、もし日銀がヘマをすれば、我々がお金を預けている銀行も一気に吹き飛んでしまいますので、銀行にお金を預けたままというのは非常にリスクも高いと思います。経済学的に言えば、誰かのお金を使えば誰かの収入、儲けになります。ゼロサムゲームと言いますけども、ということは、貯金だけしても経済は一向に良くは、なりませんので、これからの政治家は、減税をして、徹底的に無駄を叩き潰して、将来の不安を払拭をすることで、安心してお金を使えるような仕組みに、していくべきだと、思います。日本国内にも海外にも、お金はたくさんありますので、こういったものが市場に出てこれるように、無駄な制度、規制というのは、徹底的に撤廃をしていきたいと、思います。日本の、未来を作っていくのは、これからの、子どもたちだと、思いますし、そのためには、減税をすることと、21世紀にあった教育にも、改革を、していくべきだと思います。世界の共通語は英語になっていますし、ほとんどの情報、インターネットの情報も英語で、記載をされています。日本語の、インターネットの情報というのは、全体の 20% ぐらいしか、ないと思いますので、英語ができなければ 80% の情報にアクセスが、できないということだと思います。少なくとも英会話で、コミュニケーションが取れるぐらいの、そういったスキルを、持たせるように、小中高の英語の教育を、レベルアップしていきたいと、思います。それと同時に、金融の教育も、基本的な、レベルでもいいので、小中高で、導入をしていきたいと思います。金融の、知識というのは、お金儲けに直結をしますし、所得税も、一種類ではありませんので、こういった、知識は絶対に、必要になってくると思います。数年後に、日本も新しい紙幣に、切り替えると思いますが、新しい紙幣に切り替えるタイミングで、もしかしたら、資産に対して、税金を、作ると、そういった動きも、今は懸念をされています。何も、そういった金融の知識がなければ、税金を取られて一生が終わってしまいますので、これからの子どもたちも、就職する前にすでに、公務員が作った1100兆円の借金が、待ち構えています。非常に大きな問題があると、思っていますので、少なくとも金融の、
教育というのは、少しでも導入をしていきたいと思います。世界の、富裕層や超富裕層というのは、そもそも働いていませんので、こういったお金持ちというのは、労働して稼いでいるのではなくて、資産を買って、資産がさらに、収入を増やしていくと、そういったやり方で、富裕層と超富裕層は、資産を増やしていると思います。なぜかというと、普通に労働して対価として受け取るお金というのは非常に税金の負担が大きいと思います。収入と支出の欄があって、これが損益計算書で、あとはバランスシートが資産と借金になっています。普通の年収で稼ぐ人間というのは、収入にお金が入って、そこから支出が出ていって、どんどん減ってしまいます。しかも普通に働いていると、自分のお金を使う前に先に公務員によって税金を取られて、残ったものでお金を使うということですけども、おそらく富裕層とか超富裕層というのは、必要な経費を使ってから税金が取られると、順番が全く違うと思います。それと一番大きなポイントというのは、収入だけではなくて、資産の部分がお金を生み出して収入に入っていくと、こういった流れが非常に重要なポイントになって、一般の人たちとの違いになっていると思います。私も最近、投資の勉強を始めたばかりですので、どんなものが資産なのかまだまだよく分かりませんが、基本的には、働いて稼ぐというよりは、資産を増やして、そして収入を増やしていくというのが、富裕層や超富裕層の、やり方だと思います。当然こういったことを簡単に真似をしようとしても、基礎的な金融の知識がなければなかなか難しいと思いますし、金融リテラシーがなければ、それでも、税金を公務員に取られて一生が終わってしまうと思います。これからの子どもたちも、そういったことがないように、自由に、好きなことをやってお金を稼いで、人生を楽しんでもらえるように、自分の身を自分で守るためにも、小学校、中学校、高等学校でも、金融の教育を導入をしていきたいと思います。新しい産業を起こして、グローバル企業に対抗をしていかないと、我々の、国の経済というのは、なかなか発展することは難しいと思います。人口問題とこういう教育の問題というのは、かなり時間がかかる、政策になると思いますので、なるべく早い段階から具体的な手を打っていきたいと思います。特に2040年くらいになれば、人工知能も人類よりも頭が良くなってしまいますし、2040年代になれば800以上の地方公共団体が消滅をすると言われています。少しでも人口を増やすということと、税金に頼らないような、そういった基本的な改革を実行をしていかないと、我々の生活はなかなか楽にはならないと思っています。子どもの未来を作る党としては、公務員を徹底的に減らして、法律を変えることで、簡単にできると思います。AI やブロックチェーンを使えば、リストラは簡単にできますので、公務員の数を徹底的に減らして、その代わり子どもの数を増やしていけるように、3年半後の、地方選に向けて、子どもの未来を作る党の代表として、調整をしていこうと思っています。去年から YouTube も、始めていますので、YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。かなり今日は風が強いです。とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。See you tomorrow. Bye.